自分のクライアントさんが成果出していただくっていうほどほど嬉しいものってないですからね。入学今40日ぐらいですね。月から50万ですね。皆さんこんにちは。こんにちは。ということで今回はですね、企業コンサルタントで入学40日で50万円の契約を獲得した石川美穂さんと一緒に動画を撮っていきたいと思うんですが、本日はお願いいたします。よろしくお願いします。名前石川美穂さんですね。現在の業種とあと活動内容も簡単に美穂さんから教えていただけますでしょうか。私はコンサルタントとして活動しているんですけれども、はい、主に女性の企業支援のサポートの方を行っています、うん、開業とか企業のやり方、商品設計とかっていうことですね。身内に入学されたきっかけ、実践 SNS 集客学科以外にもですね、 SNS の集客の塾とかっていっぱいある中で、まあ、うちを選んでいただけた決め手とかもしあれば教えていただけたらと思うんですけども、以前からコーチをつけていたんですけれども、もっと自分の中で特に LINE の教育とかっていうのが自分の中で落とし込めていなかった部分がたくさんありまして、北野代表のことはもともと存じ上げて、 YouTube とかで見てくれてたとかですか。インスタの方でフォローさせていただいたんですけれども、はい、また他の方からも投稿にコメントをいただいて、その方も SIK さんの方で、北野代表も含めてその方とインスタライブとか投稿拝見させていただいたところ、すごく有益な情報を出されていて、すぐに実践できるような内容だったので、私も SIK さんに入学すれば自分の中にもっとノウハウを落とし込んで、 LINE の教育とか自分の売り上げで自分のクライアントさんに成果を出していただきたいっていうのが自分の思いだったので、実行成分とクライアント様に還元するつもりで入塾を決めさせていただきました。素晴らしいですね。まあ、もちろん自分がね、さらに売り上げ上げるのも大事なんだけど、ちゃんとね、クライアントさんにもより成果を出していただくためにも、より最新のノウハウをやっぱ仕入れるという意味でね、素晴らしいね、志を持たれたあの方だと思ったんですけども、自分のクライアントさんが成果出していただくっていうほどほど嬉しいもんってないですからね。入学前の状況っていうところもね、軽く聞いていきたいと思うんですが、美穂さん入学前はどんな状況だったんですか。 LINE は使っていたんですけれども、うん、LINE のちゃんとした使い方っていうのがなかなか自分の中で落とし込めていなくて、ただノウハウとかお役立ち情報っていうのを送っていただけで、本当にいい人止まりになってしまっていて、ただまだ自分の中で LINE を配信するとブロックされるっていうのが怖くて、配信がなかなかできなかったんですね。それだと売上が上がらないと思ったので、どうにかして販売募集をしたいっていう思いはありましたね。ちなみに入学前って売上っていうとどんな感じだったんですか。だいたい10万から30万の月があったんですけれども、結構募集とか販売をしないとゼロっていう月もありましたね。今月売り上げあったけど来月どうしようみたいな、集客の仕組みからできていないと不安に思う方って結構多いと思うんですけど、めちゃめちゃやっぱ焦りますよね、ゼロの月って。安定して売上を上げていきたいっていうのがあったので、ゼロの月は本当に焦りましたね。まあ、そこから入学されてから今回売上でいうと月商でどれぐらいまでかかりましたでしょうか。入学今40日ぐらいですね。今から50万ですね。過去最高売上を叩き出されたわけですけど、実はね、美穂さんすごいのが、入学されてから40日なんですけど、講座始まるのがちょうどね、来月からなので、実はまだ講座始まってない段階で、弊社の講座開始前のね、コンテンツサイトっていうのがあるんですよね。それを見ていただいた時点でこれぐらい売上をね、大きく伸ばされているっていうところがすごいなと思ったんですけど、入学前でも成果を出された秘訣ってところも聞いていきたいと思うんですけど、何をしたんですか。私の中で LINE の教育っていうのができていないっていうのが自分でも自覚をしていたので、とにかく LINE で何を配信するべきか、どうやって販売をするべきかっていうのを徹底的にコンテンツサイトを見て自分の中に落とし込んで実践に移してところ、今回ご制約がいただけたという感じですね。まあ、うちの場合だったら LINE の配信も24個のパッケージ化したテンプレートっていうのがあったりとかするんですけども、それをもとに配信していった結果、1件単価50万円の契約で結構ね、高単価だと思うんですけど、 LINE の配信が効いてくると営業とかそこまであまり売らずして売れるというか、どういう感じでしたか、制約された時は。もともとセールスも苦手な方だったんですけれども、自然とお相手の方も起業されたいということで、相手の方のお悩みを聞くっていう風に、自分の商品の中でこういうことがご提案できますよという、お相手の方のお悩みをご解決という形でご提案させていただいたところ、それなら受けたいですということで予約をいただけました。今回 LINE の配信で美穂さんが意識してきたポイントだったりとか、インスタグラムの秘訣とかも聞いていきたいと思うんですけど、先に LINE から聞いていこうと思うんですが、 LINE の配信で、まあ、大きく3つぐらい、こういうポイント私気をつけましたっていうのがあれば教えていただけたらと思うんですけども。もともと LINE の
ブロックをされるのが怖くて、うん、LINE の配信っていうのをできていなかったので、うん、接触回数を増やすっていうことで、お役立ち情報でも自分の思いでも積極的に気を開けずに配信をしていったのがまず一つ目ですね。週何配信ぐらいやってました？大体3日に1回くらいはするようにしました、うん、コーチコンサル系の方だったら大体週に3から5配信ぐらいやっぱした方がいいっていうのがあるので、 2,3 日に1回ぐらいですね。配信しないとね、忘れられちゃうんですよね、お客さんに。配信頻度を気をつける。2つ目のポイントは、 LINE に登録されている方にもアクションを起こしてもらえるように、スタンプ一つくださいねとか、うん、メッセージ何かくださいねっていうように、うん、行動流すような文章も送ったりしました。これをやることによってね、お客様の方からも積極的にコミットしてくるようになりますので、それと活発になってきて個別相談とかセミナーとかに集まりやすくなってくるという節があるんですよね。行動してもらうっていう壁を越えてもらうために日頃のこういう施策を取っていくと。3つ目は、自分の中でもお金のブロックっていうのが強かったりしたので、うん、教育の中でもお金の価値教育っていうのをしっかり配信して、自己投資がなぜ必要なのかとか、それにあたって高額な商品が必要になってくるのかっていうことを自分の経験も踏まえて配信をしていって、お客さんに高額だけれども自分の人生がそれで変われるならっていう自分のビフォーアフターもリアルに見せつつ配信をしていきました。多くの人って車とかってね、何百万っていうお金かけてローンでも買ったりするじゃないですか。家とかもそうだし、ものすごい高い買い物買ったり、結婚指輪とかだったら何十万とか出すけども、なぜか自分の目標を達成するためのスキルにお金を投資しない。アメリカとか海外はみんなするんですけど、日本人ってあんまり学びに投資する文化がない分、自己投資をして学ぶことによってよりスキルをつけて収入アップするっていうことが大事なんだよっていう、まあ、そっからの教育っていうのをしていかないとねいけないっていうのがあるので、もし今この動画見てる人でも高額商品売れてもなんかいつも断られちゃうっていう場合は、自己投資の必要性っていうのを事前に伝えていくっていうことが重要かなっていうのは僕もすごい思いますね。最後ですね、インスタグラムでね、美穂さんが運用で気をつけてるポイントとかも教えていただきたいと思うんで、美穂さんのインスタ表示させていただくんですが、今フォロワー数で言うと1799人、まあ、1800人ぐらいですね。コンセプトは弊社紹介コンセプト一緒にこちらも手こ入れさせていただいたんですが、女性起業家のための幸せに稼ぐ理想の起業コーチ石川美穂さんということで、 BC 苦手な元看護師が見込み客を月50人集客し売上50万達成した魔法の起業メソッド、たった3回生申し込みが絶えない売れっ子起業家にっていうね、いいですね。特典は SNS が苦手でも自分史上最高の働き方ができる起業マニュアル教科書を無料プレゼントっていうところで、ここ登録すると美穂さん LINE に登録できるというところですね。流れはもうそこの LINE から最終的には個別相談販売ですかね、もしくはセミナー相談ですね、これ相談ですね、はい、無料の LINE 通話での電話相談販売されているということで、投稿のタイトルはこんな感じでね、統一感を持って構築されていらっしゃるんですけど、みゆさんインスタで私こういうとこ気をつけてますってポイントどういったあたりになりますでしょうか。まずはストーリーズの活用ですね、日常であったり自分の思いとか価値観、クライアントさんとかフォロワーさんにもアクションを起こしてもらえるように質問箱とかアンケートとかっていうのを適宜取ったりしています、うん、質問箱回答したりとか、うなぎいっぱい完食するしないとかね、まあ、こういったちっちゃいアクション日頃からね取っていくっていうのはめっちゃ重要ですよね。それ以外にもリールとかで気をつけてるポイントとかもしあれば教えていただけたらと思うんですけども、うん、リールもなかなか伸びなかったんですけれども、うん、うまくいっている人をちょっとモデリングして、うん、曲とかテンポとか内容とかどうなっているのかっていうのをこうリサーチしながら今リールの方を改善して上げていってます。リールもね、カバー写真をちゃんと挿入させてるっていうのがすごいいいなと思っていて、カバー写真やっぱ入れるだけでも後からこのリール一覧見た時に再生されやすくなったりしますので、カバー写真を入れるっていうのはすごい重要ですね。文字投稿とかもねしっかりと構築されていると思うんですが、紙芝居形式にねされているっていうところもすごい重要かなと思うんですが、この動画見てる人で、うわでもインスタにこれ文字入れて結構難しそうだなとか、私デザイナーじゃないんだけどっていう人で自分でもできるのかって不安に思ってる人いると思うんですけど、時間的にはどれぐらいでこういう文字投稿作りますか。私は10分15分くらいでいつも仕上げているんですけれども、投稿にそこまで時間がかけられないので、キャンバー使ってるんですけれども、そのテンプレートを元に次の投稿を入れたりですとか、キャンバとかもねすでにまあ無料のアプリがあるんですけど、いろいろテンプレートとかもねありますので、まあ、初心者が本当にプロ並みのインスタグラムをね構築しようと思ったらもうキャンバ一択ですと僕はもう言ってるぐらいねキャンバをしてるんですけど、みほさんも別にもともとデザイナーだったわけでもないですよね。なので本当にまあデザイン苦手な方でもしっかりこういう形でおしゃれな文字投稿を構築していくことができる。インスタもデザインがやっぱどうしてもダサいとどれだけいい内容を発信してても集客できなかったりするんですね。なのでそういったあたりもねぜひ意識していただいて、ストーリーを活用し、そしてやっぱリールですね。みほさんの場合はリールフィードリールフィードで交互にアップしてる感じですよね。フィードが1でリールが2、1対2の割合ですかね、はい、フィード投稿1に対してリール投稿が2で1対2のバランスでちょっとリールを多めにすることによって、まあ、認知を獲得していきながらっていう形でやられていると
で最後ねもう一個質問なんですけど、今フォロー申請コメント周りってどうやってますか？お客様がどのようなキーワードを検索しそうかっていうところで、例えばインスタ集客であったり集客できないっていうようなワードを検索して、うん、そこから上位に上がっている投稿にいいねを押されている方で、自分の見込み客になってくださりそうな方をフォローしていったりコメントしていったりしています。その人に対して投稿にコメントしてすぐフォローするみたいな感じで両方やってるって感じですかね、一人の人に、うん、そうです、まあ、最初それが一番早いですからね。ということで今回インスタと LINE の秘訣についてみおさんいろいろ伺ってきたんですが、みおさんの LINE の配信も結構上手ですので学んでみたいとかっていう方はね、概要欄の方からみおさん LINE 貼ってあります。こちら登録いただくとね、こちらのプレゼントもみおさんから今だけ無料で受け取れますので、みおさんの LINE 公式アカウントもチェックしてみていただきたら嬉しいなと思います。みおさん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社が Instagram 累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱い Instagram を使ったノウハウの講義動画や、 LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいてプレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。